今日も元気に頑張るわよ。ってなんかものすごく眠そうね。夜更かしのしすぎなんじゃない？ちゃんと早寝早起きしないと。私なんかご飯食べたらすぐ寝ちゃうわよ。まだまだ成長しなきゃいけないし。それにしてもいきなり召集って何かあったのかな。おはようございます。また新しい一日の始まりですね。突然の召集、何やら事件の匂いでございます。果実の戦から早三月、私たちの知らないところで何かが起きているのかもしれません。ですがどうかご安心を。皆様のお命、この凪がお守りいたします。天子が一匹、天子が二匹。やあ、おはよう。ぐっすり眠れたか？こんな朝早くから召集とはな。何か返事でもあったか？大曲時を防いでから鬼の活動は小康状態のままだ。このまま引き下がればいいが。お、やっと来たか。さてはあんたもゆうちゃんに起こされたな。嵐みたいに現れたかと思ったら無理やり布団を剥ぎ取られてな。寝起きにあの笑顔は眩しすぎるぜ。そういや、肝心のお頭が見当たらないな。まさかまだ寝てるってことは。ま、なんだ、寝かせといてやろうな。朝っぱらから一体何の用だ。昨日はハンダの長蛇の盛り上がっちまってな、寝不足でしょうがねえ。何、賭けはご法度？金はかけてねえから大丈夫だろ。賭けんのは装備品だ。負けたらすっぱだかだぜ。全員揃っているな。お頭、早朝から何事ですか？早すぎてちょいっと眠気が。たまにはいい薬だ。全員に伝えておくことがある。まもなくここに百鬼隊がやってくる。百鬼隊？何それ、知ってる？お前ら本当にモノノフか？うるさいわね。歌方の外のことはよく知らないの？ご本、説明いたしましょう。百鬼隊とは霊山直属のモノノフ部隊のことでございます。霊山を守護する百の鬼打つ鬼、すなわち霊山百鬼。一番隊から七番隊までの小隊で構成され、所属するモノノフは精鋭中の精鋭とか。本来の役目は霊山守護のため、あまり前線には出ないと聞きます。ただ大曲時以降、一部の隊は各地を転戦しているそうです。その百鬼隊の三番隊がこちらに向かっていると知らせが入った。目的は分からんが、諸見湯さんでないことは確かだ。念のためこれより全員里で待機、百鬼隊の到着を待て。承知。たく、面倒な話だな。おい、百鬼隊か。目にするのは霊山にいた頃以来だな。そっか、大川は霊山出身なんだっけ。もう遠い昔のことのようだがな。さて、それでは百鬼隊の説明の続きを。却下だ。そんなご無体な。お疲れ。
お疲れ様で。行くぜ。いいぜ。参りましょう。行こうか。怪我。頼りにしてるぜ。さあ、戦の始まりだ。ズンバ孤児を得ず参ります。とっとと片付けるぞ。Thank you.
ます。一体どうすれば。あ、こんにちは。今日もいい天気ですね。霊山の百鬼隊のことですね。お頭から聞いています。それでその私ちょっと困っていて。霊山の方々はとても伝統や格式にうるさいんです。私は神垣の巫女、相応の立ち居振る舞いを求められるでしょう。ただそうした格式ばった作法は忘れてしまって、歌方の里の皆さんは全く気にしませんでしたから、この先うまくやっていけるか不安です。練習ですか。なるほど、やってみましょう。それでは、方々、遠路ご苦労でした。大したもてなしもできませんが、どうぞゆるりと過ごされよ。ヤマト殿、一切、そなたに任せましたよ。こんな感じでどうでしょう。本当ですか。これは、なんとかなるかもしれません。いえ、やっぱり不安なのでちゃんと説明することにします。ああ、でもやっぱり。ああ
何か用？くしゃみだけど何か違った。聖者は風邪をひく。面倒だけどそれが聖者であることの証。御霊は風邪をひかない。もうこの世の人ではないから。あなたはどっちが好み？私は面倒な方かしら。じゃあ恨まないで。多分風邪うつる。それでどんな用事？百鬼隊よくわからないけど、たくさんの御霊を近くに感じる。とても暖かそうな色の御霊。でも宿す人は孤独に震えてる。凍えそうな色の御霊。でも宿す人は炎のように燃えてる。人それぞれの魂の結びつき。あなた、また賑やかになりそうね。いらし。毎度。なんなりと。方に来るだと。てか、また仕事が増えそうだな。武具は人の生き死にを決めちまう。だから手は抜けねえ。だがそれが100や200もあってみろい、破裂しちまうぜ。そりゃわしのセリフだ。いつも里を守ってくれてありがとうよ。そうか、百鬼隊が来るか。死ぬ前を分けろ。どんな戦も生き残るから意味がある。おめえが身につけてる武具はおめえを幸福にするためにあるのよ。それを忘れねえことだ。あんなよ。Thank you.
やはり効果があるようですね。こんにちは。どうかされましたか？僕ですか？僕は少々実験中でして、異界の物質を元に戻す方法をいろいろと試しているんです。今のところ難しいですね。とはいえ面白い結果も出ています。例えばこうして結界石のかけらと異界の物質を一緒に水の中に沈めておきます。するとわずかですが異界の物質の表面組成が変化するんです。結界石には鬼の力を弾く力があります。その力が影響しているのかもしれません。いろいろと研究のしがいがありそうです。それより何か僕にご用だったのでは？百鬼隊が霊山直属の精鋭部隊がこんな最前線に何の用か、いささか気になりますね。ともかくお知らせありがとうございます。しばらくおとなしくすることにします。怪しい行動が過ぎると捕獲されてしまいそうですから。歌方の人たちと違って霊山の方々は容赦がありませんからね。捕まって拷問にかけられるのはごめんです。さて僕はただの研究員、鬼と異界の研究に戻ります。戦いに必要だというのなら仕方がない。耐えてみせる。誰ですか？緑豊かな里ですね。ここはどこなのでしょうか？ついでに私は誰ですか？わかりませんか？困りました。重大な記憶の欠落を認めます。現在回復手段の模索中です。あなたはここに居住している人ですか？突然で恐縮ですが、現在記憶喪失中につき情報提供を必要としています。お手数ですが、この辺りの地理、歴史、文化をご教示願えませんか？ついでに食事もいただければ助かります。腹ペコです。ありがとう。あなたはいい人ですね。ここがどんな場所なのか教えてもらってもよろしいですか？歌方の里、もののふ、この地の統治機構ですか？それは良いですね。情報を得るにはうってつけです。今すぐ組織の代表に会いに行きましょう。案内願えますか？そういえばまだあなたの名を聞いていませんでした。いい響きですね。では案内願えますか？代表のもとに。私の名前ですか？名前はそう、確かホロー。私はホローです。よろしくお願いします。
誰だ君は。あれ、こんな子里にいたっけ。君の知り合い。こんにちは皆さん、私はホロー、この人の友人です。探し物を求めてはるばる里の外からやってきました。まあそうでしたか。それはようこそ歌方の里へ。私はナギ、どうぞよろしくお願いします。ホロー様。ありがとうナギ、あなたはとてもいい人ですね。どうかしたの？顔が引きつってるわよ。ちょっとどういうことよ。5分ほど前に友人になりました。以後よろしくお願いします。説明してもらおうか。記憶喪失だと。皇帝です。目が覚めたら谷底にいました。どうやら落下したものと思われます。落下の衝撃の影響でしょうか。それ以前の記憶がありません。自分が何者か不明です。とにかく人里に出ようと歩いていたところ、この歌方の里にたどり着きました。なるほどな。この地にはモノノフという統治機構があるそうですね。もしかしてあなたがお頭ですか。そうだ、何か聞きたいことでもあるか。私が何者か何かご存知ありませんか。残念だがわからんな。だがその銃にモノノフの門、お前もまたモノノフかもしれん。私もモノノフ。不思議な髪の色をされてますね。ひょっとして異国の方でしょうか。状況からして百鬼隊と何か関係があるのでは。確かにな。こっちに向かってるんだろ。考えられなくはないな。ま、そんなことよりだ、お嬢さん、俺と一緒に食事でもいかがですか。それは明暗ですね。ちょうど腹ペコだったところです。なら善は急げだ。早速2人で俺の部屋に行こう。君の胸にぽっかりと開いた穴、俺が埋めてやるぜ。お前は黙っていろ。三つ落ちを狙うやつがあるか。こいつには近づくな、ホロー。しかしこの先どうするか。襲撃か。話は後だ。総員、出撃に備えろ。待ってください、私も行きます。なんだと。私が真にモノノフであるか、それを確かめる必要を認めます。戦場に立てばそれがわかるかもしれません。一緒に行かせてください。お頭。いいだろう、フォローを連れて行け。ちょっと本気。ヤマト、感じるのさ、こやつの内から吹き出るモノノフの力を。感謝します、お頭。おいおい、面白くなってきたぜ。待て、俺はまだ溝落ちが。息吹は留守番だ、出るぞ。
てて。ご活躍で。なんだここは。異界がこんなところまで。異界。なるほど、ここを異界と呼ぶのですか。気ぃつけろよ、また崖にでも落ちたら笑い話にもならねえ。これが鬼。なるほど、これは強そうです。異界が拡大している。こいつの仕業か。見たことのねえ野郎だな。どっから湧き上がった。行くぞ富岳。歌方を脅かす者は全て斬る。せえ、任せろ。ついてこられるかフォロー。不思議です、どう動けばいいか体が記憶しています。対象の鬼を適正勢力と認めます。これより全力で排除します。
外れの攻撃が来るぞ。邪魔くせえ、ぶっ潰してやるぜ。手を緩めるな、攻め抜け。なんだこの鬼は。これがモノノフの戦。ついてきたのは正解でした。おかげで一つ大切なことを思い出しました。私はホロ、鬼を撃つ鬼、モノノフです。全員無事だな。皆さんよかった、ご無事で。頼もしい仲間と一緒だったからな。そうだろホロ。皇帝です、王家。私はなかなか強いモノノフであると認めます。よく言うぜ。ったく、どっかの誰かさんに似てんじゃねえか。ってことはやっぱりその子はモノノフだったの。おそらくな。それもかなりの手だれだ。感謝します皆さん。
確かに私は物の筆あるようです。それが分かっただけでも大きな収穫です。そいつはよかった。留守番した甲斐があったな。それよりさっきの鬼は何だ。見たこともねえ野郎だったぜ。ああ、全く未知のあなた。その上あの異界の広がり方は異常だ。これまでの敵とはあり方が異なるか。百鬼隊の来訪と何か関係があるのでしょうか。かもな。答えはすぐに知れる。みな、お役目ご苦労だった。後の話は百鬼隊が到着してから、奴らに詳しい話を聞くとしよう。フォロー、お前はこの先どうする。そうですね。どう思いますか。そう言ってくれますか。ありがとう。実はもう一つ思い出したことがあります。鬼を撃て、私が受領した最優先指令です。しばらくはこの歌方の里でその指令を遂行したいと思います。許可願えますか、お頭。うちは万年人手不足でな。お前ならいつでも歓迎だ。いいね、楽しくなりそうだ。よろしくな、ホロ。ま、その腕なら文句はねえ。歓迎するさ、ホロ。初穂お姉さんがいろいろと教えてあげるわ。あのよかったら友達になってください。貴殿と共に戦うのが楽しみだ。ご不明なことあらばいつでも私が説明いたしましょう。皆さんありがとう。それはさておき、何か食べ物をいただけますか。腹ペコで死にそうです。こんにちは。Sure.
3番隊隊長の総務だ。よろしく頼もう、歌方の者の供養。よもやお前とはな。無沙汰をしています、お頭。久しいな、総務。大曲時以来になるか。見る限り息災のようだ。悪運強く生き延びています。ちょっとヤマト、知り合い？古い馴染みだ。大曲時の戦のな。そちらは？紹介しておこう。うちの討伐隊の者だ。左から大川、伊吹、初穂、ついで早取、凪、富岳だ。よろしくな。また癖の強そうな連中ばかり集めたものです。最後に討伐隊の隊長だ。ほう、お前がな。噂は聞いている。何でも素手で鬼の腕を引きちぎり、そのアギトで鬼の角を噛み砕くそうだな。どんな噂だそりゃ。おひれはひれでございます。噂はさておき、腕の立つ者は歓迎だ。こちらのメンツも紹介しておきましょう。供養殿。霊山軍師の供養だ。今回の任務の作戦指揮を務めている。よろしく頼もう、お頭。あ、ねえ、霊山軍師って何？お偉いさんってことだよ、霊山のな。そちらの方は？お初にお目にかかる。私は白縫いの里のレキ。よろしくお見知りおき願いたい。白縫い？歌方の北にある里でございますね。大曲時以来他の里と交流を絶っていると伺いましたが。ゆえあって百鬼隊に協力している。妙な連中が揃ったものだ。一体何が起きている？教授です、お頭。未知の鬼が現れ、
北の守りが破られました。詳細は不明ですが、かなりの大軍です。百鬼隊が何とか押し返したが、相当の数が未だ健在だ。殲滅しなければ必ず後の禍根となる。詳しく話を聞く必要がありそうだな。状況を説明しよう。ここが宇多方。北にあるのが不知火の里だ。今から一月前、不知火の里の北東から未知の鬼の群れが侵入した。不知火の部隊がこれを迎撃、一戦して後鬼は進路を変え南進を始めた。懐深くまで入られてからようやく急報が届き、我らに状況が知らされた。このままでは霊山が危機にさらされるため、手近な砦から百鬼隊が出てこれを迎撃。鬼の撃退に成功したが、一部の鬼は東に転し、宇多方近辺に消えた。我々はその鬼を追ってここまで来たというわけだ。この鬼は特異な性質を持っていてな、放っておくと自己増殖する。どうあっても探し出し殲滅せねばならん。お前たちにはその協力を求めたい。増殖だと？そうだ、我々は食鬼と呼んでいる。この鬼の恐るべき特徴は二つ。一つは驚異的な異界化能力。短時間で急激に周囲を侵食する。今一つは増殖能力。周囲の物質を取り込み別の個体を生み出す。生物、鉱物、植物、何にでも取り付いてその存在を乗っ取る。奴らの侵攻に伴って各地で鬼が爆発的に増殖を始めた。ガキやヌエといった小型にとどまらない、ミフチやカゼキリといった大型も増えている。宿主である北の鬼を殲滅しなければ敵は際限なく増え続ける。悪い冗談だな、そいつは。なるほどな。先刻戦った鬼はその北の鬼か。すでに一戦交えていましたか。未知の鬼の襲撃を受けた。その際に異界の拡大も確認している。ならば話が早い。お前なら奴らの危険性がわかるだろう。敵の増殖を許せば中津国は死地と化す。大曲どきのようにな。殲滅するのに手を貸せ、ヤマト。方々、お揃いですか。これは巫女殿か。神垣の巫女の吉歌です。遠路ご苦労でした。どうかかしこまらないでください。宇多方では身分の別はありません。お頭にそのように差配いただいています。堅苦しいのは苦手でな。お頭は相変わらずか。そういうことなら少し気を楽にして接するとしよう。それでいいか、吉歌殿。はい、ありがとうございます。身分の別なしか。悪道ヤマトは変わらず健在のようだな。放っておけ、不要。悪道？お二人はお知り合いでしたか。こやつは権威や格式嫌いで有名でな、何かと騒ぎを起こしていたものだ。30年近く前のことだ、もう忘れたさ。まあいい。それより皆さんお疲れのご様子、まずは旅装を解いてはいかがですか。そうだったな。宿舎を用意してやる。相馬、隊を休めてこい。ついでに里を巡ってくるといい。ありがたく。皆も召集あるまで待て。今後の方針を決める。